ゾペは、プログラミング言語 Python で書かれた、オブジェクト指向ウェブアプリケーションサーバー、もしくはウェブアプリケーションフレームワークである。ゾペに系列及び、ゾペ3が並行してリリースされている。ゾペパブリックライセンスに基づき配布される、フリーソフトウェアである。アプリケーションサーバー、ウェブサーバー、データベースの機能をすべて包含しているため、ゾペのみでの環境構築が可能である。 導入時点でブログやウィキといった Web アプリケーションが同梱されており、これらを組み合わせて容易に CMS が構築できる。より高機能な CMS、RDBMS との連携など様々な外部プロダクトによる機能拡張が可能である。ZOPE の管理は Web インターフェースの管理画面から行う。Python による高度なカスタマイズが可能である。ゾペにおいてはべては バイソンのオブジェクトであり、ZOTOV と呼ばれるオブジェクトデータベースに格納される。ZOPE3 は ZOPE2 から全面的に再実装され、Web アプリケーションフレームワークとなった。ZOPE2.8.1 より ZOPE3 の機能を利用することができる。オブジェクト指向 CMS とも言えるプロンは Windows、Linux Wind、FreeBoost、m a c o s x で動作する。 最新版であるプロン3.35のインストールには 200MB 以上のディスクスペースを必要とするが、これには Zope 2.107よび Python 2.45が含まれている。なお、日本語文字コードは UTF-8 となる。サイトの管理にはオブジェクト指向の考え方が必要で、ファイルマネージャーに近い感覚でコンテンツを取り扱うところに特徴がある。 独自のウェブサーバーを内蔵しているので、アパッチによる通常のウェブサイトと共存するには、ポートの設定などに工夫が必要となる。ありがとうございます。